ポケットモンスター3、社会人による大人の実況プレイ、実況者のエテポンゲです。行きましょう。行くぞ。お、ここはどこ。では今日も続きから、やっていきましょうか。で、またね、少し報告があります。まずポケモン、下画面の右下と左下、こいつ、まず1匹目、ゴンベ。これね、不思議な贈り物でもらいました。うん、なんかよくわかんないんだけど、不思議な贈り物に繋いだらもらえたというやつ。あとね、これとセットで、その持ち物のカビゴン Z ってのをもらいました。これ、まあこれ、何、ゴンベはまだ進化してないからダメなのかな。多分そういうことだね。ノーマル Z ならいけるけどね、みたいなので、まあとりあえずいいか、ノーマル Z 使っとくか。で、もう1匹がこちら、レベル36、月光牙。これね、なんか今その体験版を、サンムーンの体験版をやることによって、こちらの製品版に送ることができると。ほんとね、5分ぐらいでね、体験版、この月光牙送るところまではすぐにできるので、もらってない人はね、もらった方がいいと思います。これが、こいつさえいればね、もう速攻クリアできちゃうんじゃないかなという所存です。はい。親がサトシで、なんかね、その絆変化、特性がちょっと変わっていて、相手を倒すとトレーナーとの絆が深まり、サトシ月光牙に変化する、水手裏剣が強くなる。見た目がね、ちょっと変わるんよ。まあ夢特性じゃない月光牙だけど、まあまあ悪くないかな。なんか珍しいしね、そんなんいないしね、他にね、サトシになるみたいなのは。うん、でレベルも高いし、最終進化だし、まあこいつも使いつつやっていこうと思います。はい、別にね、縛ったりは何もしてないからね、今回はね。うん、はい、ということで新メンバーを加えて、早速ストーリー攻略していこうと思います。いやー、今日はね、残業施設に帰ってきました。6時、7時前ぐらい、7時過ぎぐらい、マクド寄ってたから、マクド寄って帰ってきて、朝マック買って帰ってきたから、ちょっと時間が7時過ぎぐらいになっちゃったけど、ちょっとキャップ、んこれが、スイレン。はい、私、スイレンでございます。男の子かな、こちら、せせらぎの丘のキャプテンを務めています。腕の立ちそうなトレーナーさん、よろしければお助けください。はい！こちらへどうぞ。私についてきてください。女の子かな？ん？行こう。なんだろう。ん？あ。ネットボール。ネッツボール。あ、トレーナーだ。こっちで合ってる？ん？合ってた。ほら、あそこをご覧ください。ちょっと待って、窓閉めるわ。窓閉めよう。はい、ダイナミックな水しぶき、もしかするととんでもないポケモンが待ち構えているかも。そこで島めぐりさんに水しぶきの原因を調べてもらいたいのです。もちろん泳いでとは言いません。素敵な贈り物をしますから。ライドギアにラプラス。
ポケモンラプラスに乗せ、だから今回は秘伝マシンっていう概念はないのかな、そういうことだよね。水しぶきに近づいて、これでだって波乗りが使えるようになったみたいなことでしょ。ラプラス、おーすごい。あ、トレーナー、ちょっとちょっとあのボールだけ、あのボールだけ回収させてほしい。ニョロモン、これ抜群取れるからサクッと倒しちゃおうぜ。はっぱかった、往復ビンタ。なんでなんでニョロモってそんな S 早かったっけ。やっぱフクスローがあんまり速くないポケモンなのかな。フクロウって結構速そうだけどね。ゴンベ6、ちょっとあれだけあれだけあれだけだ、おり、どうやってこれで、おだ、ちょっとどうやってお、うん、折り方が分かりません。私とても気になります。あー、すいませんすいません。これね、ん、鉄砲号とかそんなんじゃないの。何、よ、弱し。なんだその名前、弱し、かわいそう。今回のコイキング的なポジショニングのやつかな、進化したら強しになるのかな。弱し、強し、高し。水しぶきを上げていたのは弱しだったのですね。小さな弱しがあんな水しぶきを上げるんですね。バシャバシャ。あら、なんでしょう。あちらからさらに激しい水しぶきが聞こえます。ポケモンでしょうか、それとも人でしょうか。とにかく確かめていきましょう。確かめに行きましょう。はい。どこあちらって。どこ？あ、降りれた。元気のかけら、なんか写真撮れる。なんだろう、ズーム機能、十字ボタン上下でズーム値を変更。おお、なるほどね。何これ、気持ち悪い。これ何の意味があるんだろう。水しぶきどこ、え、こっち合ってんの。あ、いた。ほら、あちらです。お名前何でしたっけ？エテです。素敵なお名前ですね。ほらほら、あそこをご覧ください。あんなに見事な水しぶきをあげるなんて、息のいい、海パン野郎か、すごいポケモンでしょうか？多分、息のいい海パン野郎だと思うよ。多分だけどね。またどっか行っちゃった。また弱し。はい。葉っぱかった、万能すぎる。ただ葉っぱカッターをさ、結構使ってるんだけど、いまだにその急所に当たった記憶がないんだけど、当たりやすいはずなんだけどな。雨が降り出した。あらま、水しぶきを上げていたのはまた弱しだったのですね。息のいい海パン野郎との、野郎との私の予想は外れです。これ女の子か、何でしょう。あちらからさらにさらに激しい水しぶきが聞こえます。まだポケモンかもしれませんが、もしかして、もしかすると息のいい海パン野郎が溺れている可能性もあります。
よそ見に、なんで海、海パン履いてるやつが溺れるのか。海パン野郎、あー、ナイス配置すぎるだろ、あのおっさん。海パン野郎は溺れないから。大丈夫。あの伝説ポケモン、海の化身と伝えられる海洋画がいるんです。マジ？それ。マジ？ほんと、今のが、今のスイレンちゃんじゃなかったら、ほんと、海パン野郎がもしそんなこと言ってたら、本気め、強めのグーパンを、顎先にかすらせるからな、ほんとに。海パン野郎だったら。ゴーグル取って、なんか、遠くに投げてやるからな。深い、海の深めの方に思いっきり投げてやるからな。試練開始。おう、そう、キャプテンゲートを超えたということは、試練、何この子、嘘つきなの？騙されたの？海のドンと呼ばれる主ポケモンを倒すことです。あの水しぶき、あそこに主がいるでしょう。もしかしたら先ほどの弱しやその仲間がリベンジに来るかもしれませんが、それも含めて主に打ち勝ち、あなたの力見せてください。もちろん試練をこなすまでポケモンは捕まえられません。では水蓮の試練はじめ。ちょっと可愛いけどね、こういうタイプ、こういうタイプの子も割と嫌いじゃない、結構好き。逆にね、こういう癖のあるタイプ、癖のあるタイプの方が好き。さあ、水しぶきあった、速攻終わらせるぜ。雷が鳴り出した。ラブラフさん怯えているようだ。強し？弱しじゃないじゃん、これどう見ても。何この伝説感のある感じで。雨降ってるから水の威力が上がってるって言ってたけど、まあ葉っぱカッター、んー、そのフクスローはね草タイプなんで水は今一つ取れるし大丈夫でしょう。氷とか打ってこられない限りはね。確認で倒せ、あー3発いるな。水鉄砲問題ない。威力上がってたとしても大丈夫。 OK。 まあ仲間呼ばれたとしても葉っぱカッター全体攻撃なので問題ない。ママンボー、ママンボー、ママンボー。はい、ギガドレインとか覚えてほしいんだけどな。ミー食いやがった。お盆のミカ、往復ビンタ。もうママンボウはほっといてもいいね。これもそんな食らわないから大丈夫。ただ今の急所か。まあ、だとしても一発、もう一発は耐えれる。もう一発は耐える。手助け？何それ？何？威力が上がるとかやめてね。大丈夫。よし。一旦。回復しましょう。いい傷薬。これで60回復だからほぼ満タン。また手助け。
手助けする体制に入った。どういうこと？さ、これでママンボウは倒せるかな。弱しはまだ倒しきれない。何？ま、セットで倒しちゃおうか。救助、救助。5回、もうマックスはやめてくれ。鳴き声で栄養下げられるけど問題ない。あー、問題あるか。葉っぱカッターって魚群？え？どういうこと？ちっちゃくなった。とりあえず弱し倒しました。レベルアップ23。うん、アゴジムシ18、アブリ16、ドレインキッス、これよさげ、これよさげ。威力50の100、特殊 HP を、奪い取る。半分以上 HP を回復する。いいね。半分以上だから6割から9割、6割7割とかだろうね。うん、ってことはもう妖精の風がいらなくなるね。うん、妖精の風を消します。よし、コンベレベル9。ド忘れ、ド忘れはね、初代の時だったらマジ最強だったんだけどね。自分特防をグンと上げる。まあ体当たりはとりあえずいらないよな。手加減もいらなくないか。あー、けど捕獲するとき必要か。ハッピータイムって何？めっちゃハッピータイム。これめっちゃハッピータイムじゃん。まあ体当たり消します。 OK。 ゴンベ10 11 12 11。2回で止まれ、2回で止まれ。3 3、1から5回、2から5回攻撃でさ、その5回飛んできた時のストレス半端じゃないよね。うん、2525攻撃の5回の時。アブリ17、マケンカに18。そろそろ誰か進化すんじゃないか。結構レベル上がったよ。え、もしかしてこれで試練終了？めっちゃ早かったね、今回。エテさん、お見事です。私の元に来てください。いいね。私の元に来てください。言われたい。私、自分の気持ちに戸惑っております。丹念に鍛え上げた弱したちを倒され、心から悔しいのですが、エテさんの試練達成を祝わずにはいられないのです。エテさん素敵です。これを受け取ってください。エテさん好きです。やめろよ、寝ろよ。俺も好きだよ。ふぅーふぅー。はい、何クリスタル？水の全力ポーズはこうしてこうするので、あ、見してくれ。かわいい。さらに、さらに、私が作った水蓮印の釣り竿をどうぞ。サンキュー。うん、釣り竿の使い方です。ポケモンを釣るにはまず岩陰を調べます。浮きが沈むとポケモンが暴れます。びっくりが出たら、出た、タイミングで A ボタンを押してください。釣ったポケモンを捕まえるならダイブボールがおすすめですよ。
くれんの？サンキュー。10個。ちなみに私赤いギャラドスを釣ったこともあるんですね。すごい。さてどうでしょう。かわいい。お疲れになりましたよね。5番道路のポケモンセンターまでお送りしましょうか。お願いします。かわいい。やばい、今のところスイレンが一番かわいいかもしれない。ちょ、今回さ、キャラクターみんなかわいいわ。次は夏季の試練、ベラ火山公園ですね。そうでした、お花牧場のウソッキーはご覧になりました？あの子たち悪さをしていたから水 Z を使って Z パワーでちょっぴり懲らしめてあげたのです。あなたの水 Z にどんな反応をするか気になりますね。はい、は、次は 6番道路、5番道路、なんかウソッキーがいるらしいね。けど水 Z あるけど水タイプのポケモンいなくない？あ、いるじゃん、いるじゃん。一番最後の月光が水タイプやないか。持たしておこう。水 Z、 使う。あ、魔剣界にもいけんだね。で、ちょっと持ち物せっかくだしさ、持たしてないのはさすがにもったいないよな。先生の爪って誰にか持ってるんだ今。魔剣カニか。いや違うよな。あー、なんかわかんないけどアゴジムシが持ってるわ。うん、じゃあ仕方ないな。なんか持たしておこう。持たせる。やっぱそうなるとお盆の実かな。あっ、あぶね。お盆で、アブリーはアブリーどうしよう。飛行タイプの技とかないしな。俺の身でいっか。オッケー。さあ先を急ぎましょう。どっちって言ってたっけ。上か。これ倒したよね。倒した。これ見よう。穴抜けの紐の説明。あ、これ5番道路段差もある入り組んだ道。こっち、こっち説あるよね。あ、あ、バレた。ポケモンのいいところを見つけて伸ばすのもブリーダーの役目。ゆうかちゃん、このバトルは回避できないな。え、何、キノコだ。ネマッシュ、つつく抜群取れるでしょう。うん、だよね。キノコはだってつつかれたら弱そうじゃん。なんか崩れちゃいそうじゃん。下で舐める。どうしよう。手加減消しとく。うん、まあ手加減消しちゃうか。最悪峰打ちもあるしね。あの、もう一回覚えさせたい時はレリバー。ちょっと月光が使ってみようぜ。せっかくだし。あえて虫。
なんでツバメ返しが有効。 Z パワーは何？スーパーアクアトルネード使おう。あー言うこと聞かねえこいつ。壁られた。特殊に強くなっちゃった。ダメだ、これはもうとっとと倒してくれ。頼む、言うこと聞いて。よし、はい強い。はい強い。96。そうだ、言うこと聞かないのか。ちょっとほんと緊急事態の時しか使えないなこいつ。とりあえずは。こっち取れないんだけど。こっちから行くの？こっちから行くのかな？カマキリ、かわいい。あ、欲しい、捕まえたい。葉っぱカッターで耐えたら捕まえる。いいね、連続斬り。助けを呼んだ、やめて。来ない。来た、もう一匹増えた。カマキリが増えた。しかも左の方がレベル高いけど、まあもう減らしちゃったしね。捕まえよう。スーパーボール。ダメだ、一匹じゃないと。なんだと。仕方ないな。じゃあ14の方捕まえるか。葉っぱカッター、もう一回。当たらないだって。やっぱね、捕まえるのはね、時間かかっちゃうからな。できれば裏でやりたいんだけどな。もうほら、こうなっちゃうでしょ、もう。現れない場合もあるけれど、これで永遠ループとかだったら、ほんとあの、なんとか鳥と一緒だよ、それは。それはもうなんとか鳥と一緒。もうつついちゃえ、もう。抜群だけど、多分。お疲れ。まあまた裏でね、出てきたら捕まえておきます。あ、ここに出てくんのか。あれ、道間違ってるか。一回戻った方がいいのかな。そのマップがさ、あ、すげえ下の方に出てるわ。すげえ下だわ。一回戻らなきゃいけないのか。こっから上には行けないんだ。なんか見た感じさ、上の方がさ、その火山っぽいやん。ちょっと騙された。じゃあ一回戻ります。あ、あ、ラッキー。お守り小判。ウソッキーが、ウソッキーがいるって言ってたんだけどな。私のポケモン、頭テカテカ。はい。はい。マルマインかな。ミチル。ヨーテリー。はい。はい。ここは葉っぱがあった。だって、あ、急所だった。葉っぱカッターってなんか略し方ないよね。ちゃんと葉っぱカッターって言っちゃうよね。なんかグローパンチだったりとかさ、するとグロパンとか言うじゃん。グロパンとか。大文字だったら文字とか言うじゃん。葉っぱカッターってなんだろう。パッカーかな。博多、博多？ちょっと待って、相性悪すぎる。相性悪すぎるけど聞くわけにはいかない。昼目
ーん、ご両者なんとかなるか。ご両者なんとかなる、これは。このダメージ量なら。おしゃ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 。結構ひるみ率高いね、この驚かす。悪くない。かき分ける。やばい。見破られる。見破られちゃった。あと一発かな。火の粉。お盆で回復。うん。フィニッシュ。ちょっと火タイプ。あ、そっか、魔剣家に出してもよかったか。火タイプが出てきたら魔剣家にな。お、いた。いた。めっちゃ当選簿されてる。ちょっとすいません、どいてください。ちょっとなんだよこれ。いずれも睡蓮の試練はこの人なんだ。じゃあ落ち込んだ嘘っきりに水 Z を見せてあげてよ。仕方ねえな。これ先頭にしといた方がいいのかな。こうしてダブルバトルの可能性もあるからね。うそうそ。はい、うそうそ。水の Z パワーを思い出したの、思い出したのか。ウソッキー走り出したね。サンキュー取れるようになった。俺にこれあげるよ。神秘の雫。うん。ウソッキーたちロイヤルドームで鍛えるのかな。知ってる？ロイヤルドームではバトルロワイヤルができるんだぜ。なんとかヒルの、こっち島バージョンかな。まあそのなんとかヒルってのも結局行かなかったけど、そのマップの右下に出てるさ、マップ右下のマップの右側のあのあそこかな、多分そうだよね。いい傷薬ありがたい、ありがとう。なんだこの少年、なんでそっちなんかあんのか。怪しいな。ムーランドかこれ。けどムーランド使い方わかんないんだよな。違うし、ニコ。あはは。俺ぶりだ、ポケモン育てて増やすっす。今回トレーナーがさ、このなんか角度をさつけてくるよね。うん。あ、ウィリアム、ぽいぽいぽい。うん。ぽい。この前、トールだったからな。この、体をこうひねってさ、前方140度ぐらい。やべ。ちょっと頼む。動いてくれ。生そっぽ向かないでー。そっぽ向かないでー。いや、おお、ラッキー。つじ切り。怠けないでー。つじ切り。強い。13。ゴンベはいつ進化するんだ、こいつ。あれかな、あの夏希かな、夏希どうかな。 OK、 とりあえず倒しました。ここら辺、あ、いた、目の前にいた。うわー、これやっぱかっこよくなるじゃん、あの馬。ロバンバだったっけ。そこのポケモントレーナー、ちょっと手を貸してくれるか。こっちじゃ。ヨウヨウヒャヒャヨウ
Here, レベゼン Here, you ケツ無限だよっていうメレメレのポケモントレジャーじゃないですか。こやつらポケモン泥棒だが、お主知り合いなのか。覚えてない。そりゃないだろう。わらわはハプーハプー。都会はすごいの。ポケモン泥棒が堂々と街をうろついておるとは。ふむ、そなた一人任せるぞ。泥棒じゃねえよ、ビジネスじゃねえか。メレメレでしくじってアーカラに飛ばされて負けるもんですか。どっちだろう、スリープかな。いや、ズバッと、ズバッとだな、うん、ズバッとの方の下っ端だと読んだ。あー、戦闘変えんの忘れてた。しまった、言うこと聞いてくれない。スリープかい。まあここは月光画で押すしかないな。いや変えよう。レベル17でしょ。エスパータイプに有効なのは、アブリー。いけ、アブリーなんじゃないの。エスパーに対して有効なのって虫じゃなかったっけ。違ったっけ。頭突き、やめて。 B はそんな高くない。悪虫、ほらやっぱり銀色の風。上がれ上がれ。上がらない。銀色の風が。しかし泥棒があるんだな。覚えさせておいてよかったね。毒ガス。アブリーもなんやかんやでレベル上がったから戦えるようになったね、ちゃんと。で泥棒で終了。うん、225、18。うん、月光が複スロー24。ついばむきた、虫技。違う、虫技じゃない、飛行技か。木の実を食べれるやつ、つつくの上位互換。そうだよね、誰だっけ、ほらもう一匹、ツツケラッパのも覚えてたね。アクロバット、アクロバット飛行。道具ないとき威力上がっちゃう系飛行物理。噛みつく泥かけ虫食いスパーク。うわ、どれもいる、どれもいるな。虫食いはタイプ1でいるし、スパークは電気技持ってないしな。泥かけは泥かけで命中率下げれるし、噛みつくはひるむしな。結構威力高いから置いときたいんだけど、アクロバット飛行タイプ。あ、まあ飛行タイプいっぱいいるしな。うん、いいや。あ、押し間違えた。ってことは忘れさせろってことだね、何かを。スパークはどうなの、威力65な。物理の威力65で、こいつどっちかっていうと物理タイプなので、特殊系は泥かけ消すかな。もったいないけど、あ、ちょっと待って、はい、オッケー、よし、いっぱい失敗、涙酸っぱいじゃないですか。不安定
バンバドロ、こやつらを踏むのか。よしやれ、あとできちんと洗うでな。俺ら逃げるっすか、さよなら告げるっすか。もう一度言っておくぞ、相棒がスカスカ言ってるの記憶に残るためだからな。本当に覚えておけよ。何もなかった。ほら帰れるか、ふわわ。ハプーさんのモンスターじゃなかったんだね。自分で戻っていく、よかったの。そなたのおかげじゃ、名前は何というのじゃ。言っていくか、良い名前じゃな。それに何と言っても新根の良い戦い方じゃ。合ってる。我らも目的のためあちこち島巡りをしておる。またどこかで出会おうぞ。助けてくれたお礼もしたいしな。なんだろう、四天王とかじゃないの。なんか得手の読みではこいつ四天王だな。第一四天王だな。そうだ、得手、バトルロワイヤルをしてみるといいぞ。そなたの強さなら大丈夫と、バンバドロも言っておるでな。はい。バトルロワイヤルもいいけど、エテはストーリーを先に、ストーリー重視でね、進めていきたい。ストーリーの進行上、どうしても行かなきゃいけないのならば、行く。こっちだね。旗マークこっちに出てるわ。バトルドーム、つくだオリジナル。うわ、服着ろや、服着ろ、服。こっちは、あ、ポケセンじゃん。回復しとくか。はい、お願いします。結局けど、ドイツも進化してないな、まだ。あ、そうだ、今日まだカフェ行って。ちょっと服着ろし、お前。マジでバンになるだろう。服着ろ、お前。お客さん、あろ、あ、また時間よ。エテがいつもこの時間で実況撮ってるってバレるだろう。おー、何これ、グランブルマウンテン、グランブルファンタジー。わかりました、しばしお待ちを。お待たせ、グランブルマウンテンだよ。アロア地方のコーヒーは世界でも有名。怖い顔に似合わず臆病なポケモングランブルも一口飲めばにっこりなのさ。動かない人よりも動き続ける人の時間は長い。これはポエムではなくて科学的な事実なんだ。このことを知ってから私は自分がいつも何をするか考えるようになったんだ。一日一つ限定だが、 お菓子、お茶菓子のサービスさ。ありがとう。ミアリガレットだ。サンキュー。フエンせんべいにミアリガレットにハートチョコ、ポケマメと、ありがとう。よし。あ、ショップも一応見とくか。おや、はい、持ってますよ。モンボ、スーパーボ、キズボ、イーボ。何が増えたんだろう。甘い蜜かな。これで技マシンショップで会ってくれ。おわ、来た、文字、文字。はあ、天候系ね、天候系、今は必要ない。これほんとわけわかんないよね、このゲームの中でゲームやっちゃってる子たちね。えなんかもう、なんかよくわかんないよね。なんかゲームの中でポケモンのゲームをやる 子供たちみたいな、謎でしかない、本当に。ここだ、グラジオ。やはり何かあればロイヤルドームに来てしまうよな。行くぞヌル、俺たちの孤独を埋めよう。あれ、あれじゃない、あの腹部パックリジャケットのグラジオじゃん。腹部パックリジャケット、行ってみるか。まあ行ってみよう。
行かなきゃ先に進めないみたいだし。あ、グラジオだ。ん？よくぞ来た。レイザー？レイザーじゃないこれ。わあ、服着ろし。ロイヤルマスク。博士？博士なのこれ。これ博士なのもしかして。ロイヤルマスク。アローラに古くから伝わるポケモン勝負のスタイル、バトルロワイヤルを教えるぜ。バトルロワイヤルとは、4人のポケモントレーナーがそれぞれ3匹ずつポケモンを繰り出すポケモン勝負。誰かが戦えなくなった時、倒したポケモンの数、そして残りのポケモンが多いトレーナーが勝利者となる。あ、なんか面白そうそれ。まずは試しだ。1匹ずつポケモンを出してやってみよう。わ、ロイヤルマスク、俺も試合したい。よし、じゃあそこの君、そして僕も、加えての4人で勝負するぜ。さあ、何でも発見、体験、大冒険、ポケモンバトルロワイヤル、レディファイ。楽しそうじゃん。4人対戦とか燃えるね。え、もしかして、で、月光岩になってないこれ、戦闘。満員なんだ。大人気じゃん。めっちゃ人いるじゃん。あー、月光岩やないかーい。言うこと聞いてくれよ、頼むから。言わんこ、もう絶対博士じゃんこいつ。ぬる。ぬるだけなんかちょっとポケモンっぽくないんだよな。どうすんのこれ。あ、すごいね。月光がどうする。じゃあ水手裏剣抜群。やっぱね、こん中だとヌルが一番ちょっと怖いんで、ヌルから倒していきたい。できればね。おしゃべりアクアジェット。辻斬り。強よ。効かぬわ。レベル36なめんなよ。マジで。で、じゃあ水手裏剣を塗る。ああ、ここはアクアジェット使ってこないんだね。アクアジェットで塗る倒すと思ってた。おお、来た！絆変化！シャキーン！サトシ月光が。お、やるやんけ、ハウ。いちいちだな。え、試合終了？え、同点？同大バトルロイヤルは手軽に楽しめるし、何より強い相手に勝てるチャンスもあっていいだろ？燃えるような試合だった。次は俺の試練で燃えてください。もうなんなんここの人ら。服着ろってだから。炎のキャプテン、柿です。7番道路から行けるベラ火山公園層の頂上で待っています。島巡りをやり遂げるなら最高の仲間と登ってこい。黒いしさ。黒いっていうかなんか焦げた色みたいな感じだね。エテハウ、君たち試練はどうだい？ポケモンと力を合わせてエンジョイするといいぜ。ロイヤルマスク、どうして俺たちが試練をこなしているの知ってるのかな？って、あ、島巡りの証か。俺はポケモン勝負楽しんでるよ。君はなんでバトルロワイヤルしてるの？無視。俺とヌルだけで生きていく。それを忘れないためだ。きつい。試
しんどそう。みんな仲良くする方が絶対楽しいし、すごいことができるのにな。なんだかよくわからないけど、なんだかすごく面白かった。だからバトルロワイヤルしてるポケモンも嬉しそうだし、うん。はあ、ここがねバトルロワイヤルの会場になるのかな。ネットでもそのネット対戦みたいなのもあんのかな。バトルロワイヤルネット対戦みたいな。いらっしゃいませ。 BP、 あ、バトルポイント、はい。不思議な飴特製カプセル、はあ。メガネとかさ、スカーフとかはあんのかな。こっちか。もう完全にこれもう、まあまあこれはまだだな。うん、努力値振り用のやつだね。はい、参加しない。うん、ちょっと商品を確認させて。あ、あるじゃん。だからこれオメガルビーでいう勝ち抜きバトル的なことでいいのかな。まあこれはね、またおいおいやりましょう。どちらにしろね、バトルポイントその貯めなきゃいけないね。うん、努力値も振るしね今後。どっちだ、次の目的地はどこ。まあ今は必要ないね。だから焦ってやる、今やってもそんなね稼げないだろうし、ポイント。あ、あははは、あなたのポケモン鍛えた方が良さそうね。うん、大人のお姉さんのなんかグラフィックあんま好きじゃないな、レイコ。違うわ、水蓮ちゃんの方がよっぽどいいわ。カラカラ。ちょ、月光が先頭マジやめようぜ、一旦一旦やめよう。もうサトシ月光がもう見れたしさ。とりあえず福スローに戻そう。今はさ、言うこと聞いてくれてるけど、ほんとそっぽ向き寄るからな。なんて立派な、なんて立派なって、やめてくれよ。ちょっとポケモン、福スロこっち、よし。でここケンタロスだね。ケンタロス、ケンタロス頼む。わあ、もう絶対技マシンだと思ったのに。あ、なにここ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 、え、これ近道。なるほどね、トレーナー回避ルートね。んでこっちに出てくると、艦隊シティ。あれ、次の目的地どこ。7番道路、7番道路どこ。ちょ、マップが見たいんだけどマップが見たいんだけどさ、違う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 んだけど、図鑑じゃなくてさ、真ん中押したいのか。真ん中押したら、こういうロトムが喋っちゃうじゃん。あ、いい、出た出た。ちょっと待って、上から右に抜けるとこあったか。お、ちょっと戻ります。さっと行かしてくれ、さっと。ノーコメントで、ノーコメントでお願いします、今のポケモンに関しては。
スリーパーがいる。何屋さんこれ。ゲーム屋さんか。ゲーム屋さんかこれ。ちょっとだけ見して、ちょっとだけ。何屋。安さ爆発スーパーメガ安へようこそ。うん。オトクーポン。うん。命をかける当店の心意気がオトクーポン。貯金尽きるまでたっぷりお買い上げください。はい。何これ。買いに来た。不思議なお気持ち。お着物。いらん。ごめん、いらん。無理。無理。すごいね。スーパーとかもあるんだね。今回のポケモン。モンボ、スーパーボ、ヒールボ、ネストボ、タイマーボール。もしかしてさ、技マシンも売ってる説あるんじゃないこれ。まあ、これ普通の傷薬。うわ、この人技マシンっぽい。え、なにこれ、アローラで一番強くなったらどういうこと。行こう。え、ちょっと、なんだお前。こっち。お、出てるじゃん、旗マーク。で、こっちはキャプテンゲートがあるから通れない。うん。よし、こっちだ。ベラ火山公園。ファイヤー。ちょっと一回降りよう。フリースペース。ここ火山公園とかいうぐらいだから水タイプを先頭にしといた方がいい気がする。月光川はちょっとダメだけど、言うこと聞かないからね。ほんと反抗しよるからね。魔剣下にバブル光線あるから、とりあえず魔剣下に先頭でいきます。すごい傷薬。避けれるか。よし。あ、え、トレーナーだよな。うわ、これどうやっていくの。これトレーナーか。トレーナーじゃない。火山大好き三姉妹の一番可愛い子です。こちらの穴から火山の頂上に行けます。あとはブスなんだろうね。うん、あとはもうとんでもない化け物みたいなブスなんだろう。あー、サンキュー。うん、降りないけどね。おっさんには喋りかけない。うわ、これ降りれるけどさ、降りていいのかな。どうしよう。絶対こっちだよね。降りちゃえ。うわ、1個ミスった。ジガルデキューブがあそこにしまった。ここどこに繋がってんの。俺一番綺麗な子です。右に繋がっています。どういうこと。チャーミングな子です。火山の左に繋がっています。取れな。あ、バサマシン。じゃあ、あれは拾いたい。あれは拾うべきでしょう。ややこまだ。ファイヤロー。まあけど、とりあえず今回は、今回は死んでもらおう。しかもファイヤローは特性が重要だからね。ね。
ゴンベ14。ちょっとダメージ食らったな。回復させておこう。いい傷薬。ちょっともったいないけどね。60も回復するからね、これは。これどうやって降りるんだ、これ。あ、そこか。オッケー。なんだろう。破壊光線とか来ないかな、破壊光線とか。ブービーブービーブーパーンじゃん、ブーパーン。ブーパーン。ね、エテが働いているところのね、上司にあたる人がね、無類のブーバーン好きでね、うん、やたらとブーバーンを押してくるのよ。仕事中こうポケモンの話してるんだけど、やたらとブーバーン押しなんだよね。絶対ファイアローとかさ、バシャーモとの方が強いじゃんね。謎です見てる？見てる？ま、エティはブービーは捕まえないけどね。もう増えたし、もう増えたしよ。とりあえずあれ回収して、岩石封じ。岩封じゃん。ちょっと待って、R。あ、カラカラ。はい。はい、これ。写真マジ適当。ね、大人は写真にこだわったりはしないから。うん、でも撮るし。でもちゃんと SD カードに保存もしちゃうしね。適当に撮るけどもね。あ、ちょっと待って、録画時間1時間超えちゃった。どうしよう。ちょっと、あ、変化しないで。ちょっと今急ぎ。あんまり長引くと分割しなきゃいけない。だいたい3、40分、今1本50分ぐらいの動画アップしてるからね。分割してもいいんだけど、もうガッとね、編集してガッと出したいからね。どっちの方がいいのかな。やっぱ細かく区切ってた方がありがたい人も、ありがたいっていうか、そっちの方が好きな人もいるだろうしね。なんだろう、両者なんとかってやつだよね。うん、両一刀両断じゃなくて、両、なんかそういう四字熟語あるよね。四字熟語。うん。まあ思い出せないけどね。まあとりあえず、ちょっとあれ、あっちにあったジガルデキューブ、もう一回回収しときます。はい、次はね、ここの、火山のね、火山公園のね、なんとか火山公園。ベラ火山公園の、試練から始めていこうと思います。はい、では、社会人による大人の実況プレイ、ご視聴ありがとうございました。